コリントスの黒絵式、壺駅現五580年頃、ルーブル美術館カルドオンのイノシシは、ギリシア神話に登場する巨大なイノシシ。長母院を省略して、カルドオンのイノシシとも表記する。アイトーリアのカルドオン王、オイネウスが池にを忘れたために、女神、アルテミスの怒りを買い、このイノシシが放たれたとされる。ギリシア全土から勇士が召集され、イノシシは退治されたが、 このことがオイネウスの息子、メレアグロスの死につながった。カリュドーンのイノシシ狩りを表した古代ローマの浮き彫り、オックスフォードアシュモリーム博物館カリュドーンのイノシシの由来については、一般には女神アルテミスが野に放ったとする以上の伝えはない。ストラボンはこのイノシシをクロムミューオン地方を荒らしたメスイノシシパイアの子であるとしているが、他にこの説を取り上げるものがない。 イギリスの詩人ロバート・グレーブスは、その著書、ギリシア神話の中で、イノシシは、三日月型の牙を持つことから月の生家のとされ、同時にアレースの生家ものでもあるとする。カルドーンのイノシシを退治するために、ギリシア全土から勇士が集まった。彼は、犠牲者を出しながらもイノシシを仕留めることに成功する。しかし、イノシシ退治の功績を誰に寄するかについて、 メレアグロスと彼の叔父たちとの間で争いとなった。メレアグロスは叔父たちを倒すが、母アルタイアーに呪われ、彼の寿命とされた薪木を燃やされて死んだ。このような英雄たちの集結は、ギリシア神話中でもヤーソーオン率いるアルゴナウタイお及びトロイア戦争などでも見られ、物語の登場人物の関連から、時系列的にはアルゴナウタイの後、 テイバイゼメの七章やトロイア戦争以前に位置する。この神話はカルドドンのイノシシ狩りとして古代ローマでは彫刻の題材として好んで取り上げられた。後世においても著名な神話の一つであり、バロック期のピーテル・パウル・ルーベンスやドメニコ・バッカーロ、現代ではパブロ・ピカソなどが絵画や挿絵の題材としている。ラコーニアの黒絵式陶器が紀元前555年頃、ゴロ、 ルーブル美術館この物語について、ロバート・グレーブスは、多分有名な現実のイノシシ狩りと、それが原因になって生じたアイトーリアの部族間の中互いをもとにした英雄伝説だろうとしている。イノシシによって聖王が死ぬ、というテーマは、同じギリシャのアドーニスの神話の他にもエジプト神話で、オシーリスがイノシシに姿を変えた瀬戸に殺される話があるなど古くからあり、このため、 同じ運命によって倒れた、様々なギリシア都市国家の英雄がこの物語に持ち込まれているとする。ハンガリーの神話研究家、カール・ケレーニーは、その著書、ギリシアの神話英雄の時代の中で、この物語に登場する英雄、ベレアグロスの死は、早い、不当な死の物語として思い出され、アッティカの石碑の上に一人の若い死者が夢見る、カルードとして立っている像があれば、 それは決まって、メレアグロスであるとする。ここでは、主としてアポロドーロス及びロバート・グレイブスに従った。カルドーン王、オイネウスは、ある夏、オリュンポースの神々の生贄を捧げる際に、アルテミスを忘れてしまった。ヘイリオスからこのことを知らされたアルテミスは、巨大なイノシシを地に放った。イノシシは、オイネウスの家畜や作男たちを殺し、農作物に大損害を与えた。 オイネウスは死者を使わしてギリシア全土から勇士を募りイノシシを退治した者にはその皮と牙を与えると約束した。オイネウスの召集に応えて集まったとされる勇士は次の通り。この名簿には口述するように移動がある。オイネウスは彼らを9日の間共応した。アポロドーロスによればヘイラクレースはこの時オムパレーの奴隷として使えていたために参加しなかったという。 オイネウスの親族アルカディアから来たアンカイオスとケーペウスの兄弟はアタランティが参加しているのを見て女と一緒に狩りをするのはごめんだと言い出した。メレアグロスはアタランティを見て彼女を恋するようになっており文句を言うなら狩りそのものをやめにすると言って彼女の参加を受け入れた。メレアグロスはすでにイダースの娘クレオパトラーを妻としていたにもかかわらず アタランテイと結婚できる男はどんなに幸せ者だろうとため息混じりにつぶやき、これを聞いた彼のおじたち、つまりアルタイアーの兄弟たちは、アタランテイの存在を不吉と見て、心よく思わなかった。彼はメレアグロスの案に従い、各人が数歩ずつの間隔を置いて、半円形を描き、イノシシがねぐらとする森に入っていった。バッキリデースによれば、 狩りは6日間続いた。イノシシは飛び出すと、たちまち2人のカリウドを殺し、さらに1人を押し倒してその足を不自由にした。イノシシに襲われた、ネストールは木に登って、難を逃れた。いやー、騒音たちが槍を投げつけたが、皆外れ、イーピクレースの槍がかろうじてイノシシの肩にかすり傷を負わせただけだった。テラモーンとペーレウスが進み出たところ、 テラモーンは木の根につまずいて転んだ。ペーレウスがテラモーンを抱き起こそうとするところへ、イノシシが突進してきた。アタランテーが矢を放つと、イノシシの耳の後ろに突き刺さり、イノシシは一旦逃げた。アンカイオスは笑って、そんなことでイノシシが退治できるものか。俺の腕前を見るがいいと言って、イノシシの前に立ちはだかり。 斧を振り下ろそうとしたが、イノシシの方が早く、アンカイオスは腹をえぐられて、最後を遂げた。ペーレウスは動転して、投げつけた槍の手元が狂って、エウルティオオンを殺してしまった。アムピアラーオスが、イノシシの目を射抜くと、イノシシは闇雲に突進し、テイセウスに突っかかってきた。テイセウスの投げた槍は逸れたが、この時メレアグロスが投げた槍が、イノシシの脇腹を貫いた。 突き刺さった槍を外そうと、イノシシがぐるぐる回っているところを、メレアグロスは再び手槍でとどめを刺した。メレアグロスは、イノシシの皮を剥ぐと、最初に血を流させたのはあなただと言い、生皮をアタランテイに送った。しかし、メレアグロスのおじたちはこれに腹を立てた。プレークシッポスは、メレアグロスが自分のものにすべき皮をいらないというのなら、 オイネウスの義兄邸で最年長である自分に横すべきだと言い立てた。プレークシッポスの兄弟も最初に血を流したのはアタランテイではなくイーピクレースだったとしてプレークシッポスを指示した。メレアグロスは激怒して二人のおじを殺してしまった。メレアグロスの母アルタイヤーは兄弟たちの死を嘆くあまりしまっていた箱から焚き木を取り出して家中に投じた。これは メレアグロスが生まれた時に三人の萌えらが現れ、かまどの萌え木が燃え尽きるまでは、生きているだろうと予言した運命の萌え木だった。メレアグロスは突然、体中を焼き尽くすような痛みを感じて苦しみだし、アタランテイの目の前で、なすすべもなく死んでしまった。アルタイアーとクレオパトラーは、メレアグロスの後を追って自殺し、声を上げて嘆き悲しむメレアグロスの姉妹たちは、 ホルゲートデイアネイラの二人を除いて、アルテミスによってホロホロ町に姿を変えられたという。メレアグロスの死に衝撃を受けたアタランテイは、結婚しない誓いを立てた。一説狩りの結末については、ホメーロスのイーリアスなどに別の説が示されている。イノシシの川をめぐって、テスティオスの息子たちクーレイス人たちとカリュドウの間で戦いとなった。この戦いで、 メレアグロスがおじを殺したところ、母親のアルタイアーは、兄弟が殺されたことを恨み、メレアグロスを呪ったので、彼はこれに行き通って家に閉じこもった。敵が城壁に迫り、市民たちが嘆願してもメレアグロスは、撃って出ようとしなかったが、妻のクレオパトラーに解き伏せられて、ついに立ち上がり、武器を取って残るおじたちを倒した。しかし、この時、 メレアグロス自身も倒されてしまったというものである。ペーレウス誤ってエウルティオーンを殺してしまったペーレウスは、狩りに参加していたアカストスを頼り、イオールコスで罪を清められた。しかし、アカストスの妻、クレーテイスから恋心を寄せられ、これを断ったために恨みを買って殺されそうになる。詳しくは、アカストスの功を参照。 ヘイラクレースの冥界行きヘイラクレースがケルベロスを生け取るために冥界に入った時、亡霊たちが皆ヘイラクレースの前から逃げ出す中、メレアグロスだけは輝く甲冑を身につけた姿で彼を迎えた。ヘイラクレースはメレアグロスに恐怖を感じて弓を引いたが、メレアグロスは笑って恐れるな。死者は傷つけられないし、少女を傷つけることもないと話した。メレアグロスは、 彼の死に繋がった彼について語り、妹のデイアネイラが心残りであり、ヘイラクレースに目取ってくれるように頼んだ。この時、ヘイラクレースは涙を流したが、これが、このギリシア最大の英雄の最初で最後の涙だったという。ラファエル・レギウス・イーエヌ・ラファエル・リージェスの変身物語の木版サシエ1518年ベネツィア・カルドオンのイノシシについて、現存する。 お天気の資料の中で主要なものは以下の通りである。イノシシ狩りについては、上記のうちアポロドーロス、ヒュギイヌス、オ,オイデウスが参加者の名簿を書いており、それぞれ移動がある。以下一覧にした。なお、狩りには、オイネウスの儀形艇が参加しているが、上記、イノシシ狩りの有士たち説中、オイネウスの親族で述べた通り、単に、 エスティオスの息子とされてここに完全としない場合があるためにここでは割愛した。古代ローマ期のビコバーロの石棺浮き彫りローマカピトリーの美術館2世紀中頃から古代ローマや地中海の主要都市アテネやギリシャ語圏の諸都市などで石棺が作られこの石棺を飾る浮き彫りにギリシア神話が題材とされた。カルドンのイノシシ狩りはヘラクレースの工業や ニオベイとその子供たちなどと並んで好まれた。ピーテル・パウル・ルーベンス、メルア・グロスとアタランテイの狩り、ウィーン美術史美術館絵画では、バロック時代にキリシア神話の題材の一つとして取り上げられた。代表的なものを以下に挙げる。ありがとうございます。